今船停留場は、大阪府大阪市西成区電化茶屋北2丁目及び、同区電化茶屋東1丁目にある、半海電気軌動半海線の停留場。駅番号は、HN54。1980年に南海平野線が廃止になり、日田停留場も廃駅となったため、その近くに新規に設置された、停留場である。半海線では、2015年2月1日に、 石づ北停留場が開業するまでは最も遅く開業した停留場であり、また開業時点ではまだ南海大阪機動線の一員だったに二代目、半海電気軌道に営業場とため南海大阪機動線時代の最後に開業した停留場でもある。単式ホームが千鳥式に配置されている。半海電気軌道の新設軌道上にある停留場のホームの位置は 踏切の直前がほとんどだが、到底流上は上下線とも踏切を過ぎた位置にある。ホーム油校長は一両分ギリギリである。また半海線に境トラムと1101型が入線できない要因になっている。この付近は1973年11月の住居表示実施までは、東今、船町、西今、船町という地名であったことによる。 到底流場が開業した時はすでに行政上の地名ではなくなっていたが、すぐ近所に今船ロータリーが存在しており、地名自体は残っていた。このほか、飲食店やコンビニエンスストアなどがある。大阪シティバス。ありがとうございます。